私の大好きな安藤広重の描いた名所江戸百景、その場面が今どうなっているのか実際に尋ねてみました。022の広尾古川は古川橋の西側、篠橋越しに現在の北里大学北里研究所病院方面を見た景色のようです。まずこの絵の発行された翌年、安政4年の江戸の全体図をご覧ください。この絵の視点となる場所に赤いグラデーションを入れました。この絵にある古川は玉川上水の余った水を源流としていました。地図では左上の方の四ツ谷の大木戸水番所から内藤駿河守の下屋敷、今の新宿御苑の横、渋谷、広尾、麻布十番、増上寺南側を通過して金杉橋の先で江戸湾に注いでいました。名前も渋谷川、古川、赤羽川、新堀川、金杉川と次々に名前を変えていました。もともとこの広尾辺りは古くから本村集落があったにもかかわらず、江戸城の南西の外れに位置し、大きな街道も通っていなかったので寂れた村でした。その後江戸幕府の政策で広尾の北側、今の六本木麻布界隈に多くの寺社が移転させられ、それとともに大名屋敷も増えていきました。それでも広尾原と呼ばれるこの辺りは将軍の鷹狩りぐらいにしか使われていなかったようですが、江戸中期以降鷹狩りで使われなくなると、ようやく江戸市民が春夏秋の野遊びや虫利きなどに使うようになり、それに伴い吉津張りの茶屋などもできて町屋も増えていったようです。この辺りをもう少し拡大した天保の古地図でご覧ください。麻布界隈と白金界隈の地図を方向だけ合わせて合成してあります。古川より北側、麻布六本木界隈は大名屋敷が林立しています。この地図に現在の位置関係が分かりやすいように主だった場所をプロットしてみました。日本の開国にあたり、麻布界隈の寺社が臨時的に各国の施設になり、やがてこの近所の大名屋敷が大使館に変わっていきました。そんな理由でこの辺りにはたくさんの大使館が存在しています。麻布十番の善福寺は幕末にはアメリカ公使館だったのですが、その公使ハリスの秘書兼通訳だったヒュース兼が東麻布で攘夷派の薩摩藩士に襲撃され落命、幕末の大きな事件となりました。広重の描いた絵の右側に見切れていますが、そのヒュース兼はフランス大使館横の降臨寺に葬られています。この地図にさらに現代の地図を大体重ねてみました。さて絵を上から詳しく見ていきましょう。絵の
上部遠方は広尾原と呼ばれる丘陵地ですが、今の天元寺から先の広尾病院や恵比寿三丁目から続く恵比寿ガーデンプレイスあたりの丘だと思われます。谷の先は渋谷橋方面だと思われます。丘の先には桜が一本、ところどころに町人風の人が野遊びに興じている姿が描かれています。左側に町屋が数軒あり、掛け茶屋の奥のひときわ大きなお店はきつねうなぎで有名な尾張屋で、天保の古地図にもその名前が残っています。この古川は今はまっすぐですが、当時は船航行のための深さを確保するため蛇行させていました。ここに架かる橋は現在の篠橋です。町人風武家風の人たちが今古川を越えようとしています。当時はこの右側に土屋相模守の下屋敷があったことから相模殿橋とも呼ばれていました。篠橋は麻布十番の一の橋から始まって4番目の橋だったからで、6番目の橋が現在の天元寺橋となっています。実際にこの場所に行ってみました。上には首都高速目黒線が通っているため全く見渡せません。これは篠橋から北方向の薬園坂方面を見たところです。左側の大きなビルとその後ろがイラン共和国大使館で、元土屋相模守の下屋敷があった場所です。これが篠橋から東側を見たところです。これが篠橋から西側を見たところです。広重の支店の首都高速目黒線上から見た景色がこれです。どれも現実的ではないので、今回もアップルマップを見てみました。広重の絵に現在の実際の写真をはめ込んでみました。これではあまりに絵にならないので、アップルマップの画像をはめ込んでみました。いずれにしてもこの辺りはもう野遊びに興じるような場所ではなくなっているのがよくわかります。当時のキツネウナギの終わり屋があった場所の向かい側には現在焼肉屋ができていて、休日にはとても繁盛しています。